ウィリアム・ディーンは第二次世界大戦と朝鮮戦争に従軍したアメリカの陸軍軍人。最終階級は陸軍中将。イリノイ州カーライル出身。朝鮮戦争の壁頭陸軍少将第24不評師団長として北朝鮮軍と戦い、自ら陣頭に立って敵戦車を撃破し続ける武功を挙げるも北朝鮮軍の捕虜となり、 休戦の成立まで北朝鮮に抑留された。朝鮮戦争で捕虜となったアメリカ軍人の中で最も階級が高かった。名誉勲章受章。カリフォルニア大学バークレー校に進み、1920年に予備役昇校訓練課程を終了、1921年にカリフォルニア収集兵将尉に任じられた。1922年に、 カリフォルニア大学バークレー校を卒業後、1923年10月にアメリカ陸軍に入り、1942年には殉承、1943年には少々に昇進した。第二次世界大戦では第44不評師団長として、南ドイツとオーストリアでドイツ第19軍と戦い3万人を捕虜とした。この選考により、主君十字章を授与された。 戦後、アメリカ本国に戻ったが、1947年10月に南朝鮮に赴任した。1949年10月に第24不評師団長となった。同師団は日本の小倉市に駐屯していた。1950年6月に朝鮮戦争が始まると、第24不評師団は同年7月に南朝鮮に渡って戦闘加入した。 しかし、北朝鮮軍の猛攻により、同志団は大きな損害を受けた。厳しい戦況の中で、志願長のディーン自らが、M20 スーパーバズーカを担いで、北朝鮮軍の戦車を撃破し、兵士たちに新兵器の威力を示し、指揮をこぶした。さらには、手榴弾で北朝鮮軍の T-34 戦車に、肉迫攻撃をして撃破している。 太田の戦いでディーンが撃破した T-34 戦車は1977年まで記念碑として太田広域市で展示されていた。ディーンの奮戦にもかかわらず、第24師団は敵の急速な進撃を阻止することができなかった。7月末に第24不評師団が壊滅すると単独となったディーンは日中は森に隠れ、夜間に ゲリラ活動を繰り返して1ヶ月以上も自給戦を続けたが、1950年8月25日に北朝鮮の捕虜となった。ディーンは1953年9月4日に解放されるまで最高位の軍人として北朝鮮に抑留されていた。1951年1月9日、大田の戦いでのディーンの奮戦に対し、ハリー・トルーマン大統領から、 ディーンの留守家族に名誉勲章が贈られた。同年12月18日、ベルギーの新聞の特派員である、オーストラリア人ジャーナリスト、ウィルフレッドバーチェットによって、ディーンが北朝鮮の捕虜となって生存していることが報じられた。捕虜となったディーンは、ニ川上陸作戦の計画を知っており、北朝鮮の尋問で白状させられてしまうことを恐れ、自殺を考えたという。 ディーンには拷問こそ加えられなかったものの72時間にわたる尋問が行われた。1953年にアメリカに帰国したディーンはヒーローとして歓迎されたが自分はヒーローではなくまさに一不評であったと語った。帰国して3ヶ月後、ディーンはサンフランシスコ近郊の園プリシディオオ・オブ・サンフランシスコに司令部を置く第6軍の副司令官に就任した。 陸軍中将に昇進したディーンは、1955年10月31日に56歳で退役した。82歳で死去し、サンフランシスコにある国立墓地に葬られた。ありがとうございます。